Thank you.
その前日から岡山に入って5月11日は岡山県にある HB カフェさんの方でイベントに出演させていただきますとね、広島の方はね、私たち北九州で、北九州山口ら辺拠点に活動しているんですけど、広島の方は私たち、北九州の方々より来やすいと、ちょっとだけでね、ちょっとだけ来やすいと思うので、ぜひ岡山、県に応援しに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、グレーグレーと今日は3人のステージなんですけれども、実はですね、まあ、知ってる人もいると思うんですけど、実は私たち今5人で活動しています。本当は今日も5人のステージを披露するはずだったんですけど、ちょっと体調不良で急遽3人でのステージとなってしまいました。ただ5月11日、12日の岡山県へのでのステージは5人揃って、元気いっぱいな姿をお届けしたいと思いますので、また見に来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではエクレアクレット、最後は定番のあの曲で終わりたいと思います。知ってる人よかったら一緒にサビでは手を振ってください。聞いてください。バイバイ。Oh,
もないや。ゴールデンウィーク遠征は今日で最後になっちゃうんですけど、明日は福岡県の方でイベントあります。今日遠くから来てるよ、遠く九州から来てるよって人よかったら、北九州市の黒崎の方でステージあるので、よかったらぜひ遊びに来てほしいです。待ってます。待ってます。はい、ありがとうございます。そうでね、最後にね、もう一個だけ言いたかったの。うんうんみたいな。そう、今日さっきも言った通り、本当は5人のグループなんですよ。私たちで3人しか来れなかったんですけど、メンバーそれぞれツイッターやってるので、もしね、ちょっとでもうちらのグループ気になるな、気になったなって人いたら、ツイッターやってるので、よかったらぜひぜひフォローとかリプとかしてくれると嬉しいなと思います。ぜひ調べてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今日のステージ本当に本当に楽しかったです。また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。それでは以上、私たちエクレアエクレットでした。